では変わって丸見えお天気です。お天気山川さんです。はい、こんばんは。今日日中は過ごしやすかったんですけど、朝が寒かったですね。そうですね、今朝は冷え込みが強まりました。最低気温を見ていきましょう。はい、低い順に見ていきます。松阪以南では 2.7 度まで下がって12月上旬並みとなりました。はい、伊賀で 3.5 度、紀北町や伊勢でも5度くらいまで下がりました。今朝は今シーズン一番の冷え込みとなったところもあったんです。松阪以南では2度台って寒いですね。そうなんです。明日は寒さ和らげますか？明日も冷え込み続きそうです。はい、予想最低気温を見ていきます。はい、伊賀で3度、四日市で6度、尾鷲で8度まで下がる予想です。はい、明日の朝も寒くなりそうです。天気のポイントこちらです。はい、明日も冷え込みが続きます。ただ日中は青空が広がって過ごしやすくなりそうです。予想天気図です。はい、明日高気圧に覆われて晴れるでしょう。穏やかな天気となりそうです。ただ朝にかけてはぐっと気温が下がって冷え込みが続くでしょう。日中は日差しがたっぷりで過ごしやすい陽気となりそうです。そしてこの土曜日日曜日の天気と気温も見ていきます。まず土曜日昼頃までは晴れそうです。その後はだんだん雲が広がって、マークにはないんですが夜は雨が降るところがあるかもしれません。帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。気温を見ていきますと朝の冷え込み続きそうです。伊賀では2度まで下がる予想です。ただ日中は19度、尾鷲では20度と1日の気温差が大きくなりそうですのでご注意ください。そして日曜日は低気圧が近づいてくるために広く雨となりそうです。この低気圧の進む通るコースによっては雨の量多くなる恐れがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。はい、そして予想気温を見ますと朝の冷え込み緩みそうです。10度を下回るところはない予想です。はい、そして日中は雨が降るために土曜日ほどは上がらず16度前後の予想です。そして紅葉の情報も見ていきましょう。はい、各地で見頃となっています。御在所中腹、湯の山温泉、亀山公園、上野公園、河内谷で見頃を迎えています。最近は街中の木々も色づいていますよね。そうですね、明日は晴れますし土曜日も日中は雨が降らない予想ですので、はい、お水狩りを楽しむのもいいかもしれません。それでは詳しい予報を見ていきましょう。現在県内に警報注意報は発表されていません。明日の全国の天気です。北日本は雨や雪でしょう。九州南部も午後は雨が降りそうです。その他の地域では晴れるところが多いでしょう。明日の県内の天気です。安定して晴れるでしょう。洗濯物がよく乾きそうです。降水確率は 0% となっています。明日の周辺府県の天気です。朝から夜まで晴れるでしょう。こちらも降水確率は 0% です。明日の予想気温です。朝は四日市で6度、伊賀では3度まで下がって半月くらい先の寒さとなりそうです。津、鳥羽で9度、尾鷲で8度の予想です。日中は今日と同じくらいのところが多くなるでしょう。四日市では18度、この時期としては2度くらい高くなりそうです。伊賀、津で18度、鳥羽で17度、尾鷲で19度の予想となっています。風と波です。北中部では西の風、後東の風に変わるでしょう。波の高さは50センチの予想です。南部では西の風、後北の風に変わる予想です。波の高さは1メートル50センチの予想となっています。
明日の小読みです。11月18日金曜日、津の日の出は午前6時30分、日の入りは午後4時48分です。おしまいに週間予報を見ていきます。はい、週明け月曜日になると日差しが戻ってくるでしょう。はい、最高気温を見ますと20度の予想です。10月下旬並みとなりそうですね。そして朝も13度と冷え込みは緩み、そんなに寒くない予想です。そして火曜日も日差しが届きますが、水曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。日中15度までしか気温が上がらず冷たい雨となりそうです。来週木曜日は日差しが届きそうですね。気象情報をお伝えしました。お天気は天川さんでした。では